野毛崎町は、長崎県西園の郡にあった町。2005年1月4日に、西園の郡群高野町、伊王島町、高島町、三和町、外目町とともに、長崎市に編入された。本校では、現在の長崎市の一地区としての野毛崎についても、記述する。野毛崎地区の人口は5262人。長崎半島の南端に位置する。 野茂崎町発足時に、大技の新設や行政区名称末尾の名の文字の削除が行われた。2005年の長崎市編入と同時に、町名設置を実施し、旧大技、行政区を引き継ぎ、町を末尾に付してそのまま町名とする。ABC 野茂村、川島村、脇三崎村では、他の枯れ木根地域の各自治体に見られる里や名の行政区、及び、 大技を設置していなかった。このため、村番地のように存命の次に一番を表示する住所表記となっていた。2010年4月より上記4校の小学校が統合され、野茂崎小学校となる。鉄道なし。長崎バスと長崎市、コミュニティバスが走っている。長崎市街から川島までは、毎時3本程度運行されており、利用しやすい。ありがとうございます。